神経ガスの一種サリンを充填するための容器で満たされたクラスター弾頭神経ガス、または神経剤は有機リンの一種で神経伝達を阻害する作用を持つ化合物の総称である。神経伝達物質であるアセチルコリンを分解する酵素アセチルコリンエステラーゼの働きを阻害することにより神経伝達を阻害する。慣習的に 神経剤と呼ばれているが、脳内の中枢神経や感覚神経に対する作用は弱く、実質的には筋肉の正常な動きをできなくするコリンエステラーゼ阻害剤であるため、神経毒ではなく高素毒に分類されることがある。化学兵器としても認知されており、国際連合から大量破壊兵器としての指定も受けている。 1993年に締結され、1997年4月29日に発行した科学兵器禁止条約により、多くの国で製造と保有が禁止されている。暴露すると、動向の収縮、大気型、痙攣、尿失禁、便失禁などが、毒性症状として現れ、最終的には呼吸器の筋肉が麻痺し、窒息死する。ある種の神経ガスは気化しやすい。 あるいはエアロゾルになりやすい。体内への主要な侵入経路は呼吸器系であるが、皮膚からも吸収されるため、安全に取り扱うには、防毒マスクの他に全身を覆う、化学防護服が必要となる。運動神経と筋肉の接合部位における、正常な反応神経終末の神経終末球に、インパルスが伝わると、神経伝達物質アセチルコリンを含む、 シナプス症法からアセチルコリンがシナプス感激に放出される。筋肉側の形質膜上にはアセチルコリン受容体が位置し、アセチルコリンを受け取ると筋肉が収縮する。アセチルコリンはアセチルコリンエステラーゼによって即座に分解される。名前の通り人体の神経系を攻撃する。具体的には筋肉を収縮する神経、伝達物質の伝達を阻害し、 筋肉の活動を停止させてしまう。神経ガスに暴露した時の初期症状としては、鼻水が出て、呼吸が苦しくなり、動向が収縮するといったものがある。症状が重くなると呼吸困難となり、吐き気、唾液型となる。さらに重くなると、体全体が麻痺し、嘔吐や疾緊などの全身症状が現れる。これらの症状は、筋肉の収縮と痙攣が原因となっており、 最終的には、渾水状態となり、痙攣を起こして、窒息死する。神経ガスの影響は長期にわたり、累積性もある。死を免れた場合でも、一旦現れた障害は長期にわたって残存する。正常に機能している運動神経では、神経伝達物質のアセチルコリンが放出され、この刺激が筋肉や臓器に伝わることにより、筋肉が収縮し、 運動が制御されている。刺激が送られた後は、酵素アセチルコリンエステラーゼが、刺激物質であるアセチルコリンを分解することにより、筋肉や、臓器の運動指令を解除し筋肉を緩和させている。体内に、神経ガスが入ると、酵素アセチルコリンエステラーゼのアセチルコリン、認識部位と神経ガス成分の間に共有結合を形成してしまい、 その結果、アセチルコリンの分解がストップし、中枢神経系が混乱する。そのままアセチルコリンが分解されず増加し続けるため、結果的に、神経信号が伝達されず筋肉の収縮が止まらない状態となる。筋肉だけでなく、分泌性や臓器にも、その影響が現れるため、よだれや涙、鼻水などが出る。アトロピンや、その誘導体は、 アセチルコリン受容体を塞ぐ、すなわち抗コ,コリン作用を持つため下毒剤として用いられる。しかし受容体を塞ぐということはそれ自体が毒性を持つということでもある。プラリドキシム塩カメチルやプラリドキシムヨーカメチルもまた下毒剤として知られている。これはアトロピンとは異なり、血流中で神経ガスを中和するという機構で作用している。安全であり、 長時間効果を持続できる薬剤であると考えられている。アメリカ軍等では兵士の自己治療用として自動注射器付きのマーク1神経剤下毒剤キット等を準備している。多分の分子模型。大々色が輪原子を大きく分けると G 剤と V 剤の2つに分類されるが性質はどれも似ている。ドイツの科学者によって発見されたところから ジャーマニーの頭文字を取って G イと命名された。G イに分類される化合物はすべて第二次世界大戦、もしくはその直後にゲルハルト・シュラーダーによって初めて合成されたものである。神経ガスの中では最も古い部類に入る。最初に合成されたのは多分であり、ついでサリン、ソマン、シクロサリンが合成された。 エチルエスメチルホスホノチオラートの分子模型。大々色が、リン源子 V 材は、英語のベナマスから命名された。VE、VG、VM、VX の4種が存在する。V 材の中で、最も研究が進んでいる VX は、イギリスのポートンダウンで1952年に、発見され、アメリカで開発された。他の化合物については、それほど研究も進んでおらず。 詳細な性質も不明である。VX ガスはサリンガスに比べて極めて高い毒性を持っている。LD50 マイクログラム、キログラムで比較するとサリン420に対して VX は15であり、単純計算すれば28倍の毒性を持つことになる。分解しにくく洗い流しにくいため衣服や物質の表面に長期にわたって付着するなど持続的な毒性を持つ。 またオイルに似た外見と物性のため、最も暴露しやすいのは、皮膚となる。伸び直剤は、ソビエト連邦によって開発された比較的新しい、神経ガスである。研究が進んでいないため、下毒や対処、検出などが難しいとされている。ただし、窒素爆弾のように実在しない可能性も高い。また、アルキルクワーターネリーソルト N メサルカーベマイト系の物質も、 神経毒性が非常に強いため、神経ガスとしての研究がなされている。ジクロルボスやマラチオン、パラチオンといった有機輪系の殺虫剤は他の神経ガスと同じ作用機構を持っている。昆虫の代謝と哺乳類の代謝経路は異なるが、人間をはじめとする哺乳類に対しても影響があることが確認された。環境残留性があり、農業従事者や 動物類がこれらの殺虫剤に長期にわたって暴露した際の影響は未調査である。多くの国で使用が制限されている。1936年12月23日、シュラーダーの研究グループが偶然発見したのが最初である。このグループによって発見された神経ガスは G 剤と呼ばれている。IG ファルベンに所属するシュラーダーは年から レバー空前の研究室で新しい殺虫剤を開発する仕事をしていたが、その際に多分を合成した。殺虫実験では多分は非常に強い効果を示した。午後5時の多分が歯についた白身を殺すことが確認された。そして1937年1月、シュラーダーは研究室の作業台にこぼした一滴の多分が人間に対しても作用することを確認した。 数分で実験助手が宿動、めまい、激しい息切れを起こし、完全な回復には3週間を要した。1935年にはナチスにより、軍事的に重要な発明は、ドイツ陸軍省に届け出なければならないという法令が出されたため、1937年5月に、シュラーダーは多分のサンプルをベルリンの出版ダウにある、ドイツ陸軍省の科学兵器部門に送付した。 その後ベルリンのドイツ国防軍科学研究室でシュラーダーによるデモンストレーションが行われシュラーダーの持つ特許と関連する研究が機密扱いとなった科学兵器部門の責任者であるリュディガー大佐は軍事研究を進めるため新しい研究室の設立を命令しシュラーダーもすぐに新研究室に移動した新研究室はルール警告のブッパータール・ル・バーフェルトに 設立されたが、この研究は、第二次世界大戦中は、機密扱いとなった。三つの化合物サリン、ソマン、タブンは、新研究所で、化学兵器として開発されたが、実践で用いられることはなかった。シクロサリンは、終戦後の1949年に開発された。1939年、リューネブルガーハイデのラウプカンマー森林地帯に位置し、 ドイツ軍の実験場でもあるムンスター中ン地に多分製造の先行プラントが設置された。続く1940年1月には暗号名ホッホベルクと名付けられた秘密プラントの建設が開始された。建設場所は現在のポーランドのブジェクドルにであり、シレジアのブロツワフから約4 0トル離れたオーデル川のあたりであった。プラントは大きく、 2 4 0 8トルに及んでいた。プラント内では全ての中間体と最終目的物である多分が合成され、製造はプラント内で完結できるようになっていた。プラントに必要な物資を作る軍事工場も機密扱いであり、シレジア北部のクラピッツに物資が保管された。IG ファルベンの子会社であるアノルガナ社により工場は運用され、 また当時ドイツにあった他のすべての化学兵器工場も同社により運営された。プラントの機密を厳しく保たねばならず、製造工程も困難を極めたため、本格的な生産を始めるまでには1940年1月から1942年6月までの期間を要した。多分の戦具体の多くは腐食性があるため、世間や銀を用いていない。 反応容器は徐々に役に立たなくなった。また多分はそれ自身が非常に強い毒性を持つため、製造の最終段階では二重にしたガラスの反応容器を用いなおかつガラスとガラスの間に加圧した空気を循環させ、装置の破損を防いだ。このプラントでは3000人のドイツ国民が働いており、非常時に備えて全員分の防毒マスクとゴム、 布、ゴムで重ねられた防護服が用意されていた。防護服は不意の破損を防ぐため、10回使用したらまだ異常がなくても廃棄することになっていた。しかし本格的なプラント指導が始まる前から、数えると300件以上の事故が起きており、2年半の稼働で少なくとも10人以上が死亡した。いくつかの事件については、 A hire form of killing, the secret history of chemical and biological warfare に記載してある。以下にその例を示す。プラントがソビエト連邦軍に差し押さえられるまでに1万トンから3万トンの多分が製造されたと考えられている。1939年中期にサリンが発見され、その製法はドイツ陸軍の科学兵器部門に引き渡された。 その後軍事利用のために大量生産の命令が出たため多くの試験プラントが建設され大規模プラントも建設が開始された。しかし大規模プラントは終戦までには完成しなかった。ナチスドイツによって製造されたサリンの全量は5 0 0ラムから10トン程度だと見積もられている。その間ドイツの知識人は連合国から発行されている価格雑誌に これらの化合物についての記事がなかったことから、連合軍もこれらの化合物の存在を知っており、連合国側でも軍事機密にしているとの仮定を立てた。サリンや多分、ソマンはすでに弾頭に組み込まれていたが、ドイツが化学兵器を使用することで、それに対する徹底的な報復が行われる可能性を恐れ、 結局ドイツ政府は連合国に対して化学兵器を使用しないことを決定した。しかし連合国は終戦後にこれらの化学兵器を確保するまでその存在と毒性については全く知らなかった。この詳細はジョセフ・ボルキンの著書 IG ・ファルベンの犯罪とバツザクライムパニッシメントオブ of IG ・ファーベンに示されている。第二次世界大戦の後 連合国は弾頭に詰められた化学兵器を回収し、連合国内ですぐに研究に取り掛かった。1952年にはポートンダウンの研究グループが VX を発見したが、その研究はすぐに放棄された。1958年にイギリス政府により、イギリスの持つ VX の技術情報がアメリカ合衆国の持つ水素爆弾関連の情報と交換された。 その後1961年にはアメリカ合衆国は大量の VX ガスを生産し研究を行った。この研究の結果、さらに3つの神経ガスが発見された。この4つの化合物は総称して V 剤と呼ばれる。第二次世界大戦が終結して2006年に至るまで神経ガスが戦場で大規模に使われたことはないが、 1981年から1988年にかけて行われたイラン・イラク戦争においては、イラクがクルド人の村であるハラブジャで神経ガスを含む気化化の量の化学兵器を用いた。その後勃発した湾岸戦争ではイラクが神経ガスを用いることはなかったが、米軍と英軍がハーミシーヤの化学倉庫を破壊する際に保管されてあった神経ガスに暴露した者がいた。 神経ガスの被害を防ぐために、高古林剤を服用しなければいけないという事実、そして神経ガスそのものへの恐怖は湾岸戦争症候群の一因となったとする説もある。日本の宗教団体オ無ム心理教は、サリンや VX を実用化し、サリンや VX による暗殺襲撃事件や、松本サリン事件、地下鉄、サリン事件を起こした。 これらオウム心理教による事件は化学兵器が使用された史上初のテロ事件とされる。オウム心理教のようなテロ組織が毒ガスを製造して散布することが可能であることが実証され世界的にも大きな衝撃を与えた。1972年アメリカ合衆国連邦議会は化学兵器の海洋投機を禁止した。しかしながら それまでに3万2千トンの神経ガスやマスタードガスがアメリカ合衆国軍により海洋投機されてきた。海洋投機の代表担当者代理を務めたウィリアム・ブランコビッツによって作成された1998年の報告書ではアメリカ合衆国の軍用化学物質管理局が最低でも26の化学兵器を最低でも11の地点に海洋投機したということが明かされた。 しかし記録が残っていないため、現在のところ海洋投器が行われた場所は、その半数がおぼろげに明らかになっているだけであり、正確な地点は確認されていない。これらの化学兵器が海洋環境にどのような影響を与えるかは2006年現在のところ不明である。近年の漁獲量が落ちた原因であると考えるものも、 いるが海洋陶器と漁獲量減少とを結びつける証拠は示されていない。化学兵器の入った鋼鉄製容器の耐久性や鋼鉄容器がどの地点のどの程度深いところに存在しているかといった事実はもう誰も知ることができない。一万一神経ガスが海洋に漏れ出した場合、多分、ソマン、サリン、マスタードガスなどは水によって分解される性質を持つ。 ためさほど深刻な問題は起きないと予想されているが、VX ガスは分解されないためもしも VX ガスが海洋同期されていた場合は極めて危険な環境破壊を引き起こす可能性が高い。一般人の持つ恐れと恐怖のイメージのため、神経ガスはテレビや映画、ゲームなどフィクション作品の定番となっている。この場合、 犯罪組織やテロ組織が大量の神経ガスを保持し、人口密集地で神経ガスを散布するという内容で脅すというものが多い。1972年にマイケル・クライトンがジョン・ラング名義で出版した小説バイナリーでは架空の神経ガス ZV が登場し、小説のストーリーに不可欠な要素として登場する。ZV は G 剤や VX とほぼ同様の毒性を持たせた形で描かれているが、小説内では実在の神経ガスについて触れられてはいない。1986年の映画、エイリアン2では、架空の神経ガスである CN-20 が登場する。その後は1996年のアクション映画、ザ・ロックで VX が登場し、同年の エグゼクティブデシジョンでは架空の神経ガス DZ-5 が登場した。2002年のトリプル X では水に触れると無毒化するサイレントナイトが架空の神経ガスとして登場した。2005年のソーニでは神経ガスがゲームに用いられた。同様の手法はゲームにも用いられている。例を一つ挙げるとアメリカ合衆国や欧州諸国で発売された。 トム・クランシーズ・レインボー・シックスさん、レイブン・シールドでは、テロリストが、食料に VX を混入させようとするストーリーが、見られる。やがて、神経ガスはテレビにも登場するようになった。イギリスのテレビ番組、スプークスでは、VX で、ロンドンの中央部を攻撃するというシミュレーション場面が、登場する。近年では、フォックス制作のテレビドラマ、24、 24- のシーズン5で神経ガスが登場するエピソードがある。ポストグランジ系バンドのシーザーは、改名前はサロンガスという名だった。ありがとうございます。